ロバート・ラングドンシリーズ・ロスト・シンボル。ロスト・シンボルは、アメリカ合衆国の作家ダン・ブラウンが書き表した、長編小説。小説、天使と悪魔、小説、ダヴィンチ・コードに続く、ロバート・ラングドン教授シリーズ第3弾。ハーバード大学宗教省長学教授、ロバート・ラングドンが、ワシントン DC を舞台にフリーメイソンを巡る謎を、追う12時間の活躍を描く。 英語版が2009年9月15日に発売され、日本語版は2010年3月3日発売。すでにコロンビアピクチャーズによって映画化の動きが始まっていると報じられ、2012年にトム・ハンクス主演で映画化が予定されているとも報じられたが、2015年現在映画化はされていない。この作品より先に第4弾にあたるインフェルノが2016年10月に、 日本公開される。ローマでの事件やキリスト教の聖杯をめぐる事件から数年後、ロバート・ラングトーンはハーバード大学宗教省長学教授として静かな生活を送っていた。夜には NFL プレーオフの試合が開催され、地元ワシントン・レッドスキンズを応援するため首都の住人たちが TV に釘付けとなる日曜日の早朝、ラングドンがいつものように ハーバード大学のプールを50往復泳いだ後、自宅に戻ると、友人で、フリーメイソンの33階くらいにある、最高幹部の一人、ピーター・ソロモンの秘書から、留守番電話に、メッセージが入っていた。折り返すとそれはピーターから、急病の講演者の大役として、基調講演をしてくれるようにという依頼だった。さらにラングドンは、ピーターの秘書アーサーから何年も前に預けていた。 大切な品も持参するよう求められる。それは封印された小さな箱だった。ラングドンは公演先であるワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂国立彫刻ホールに向かう。飛行機などのお膳立てはピーターがしていたが、午後7時の公演開始時間ギリギリに到着したラングドンは慌ててホールに飛び込む。だが、いつもの日曜日と変わらず観光客が溢れており、 公演をする雰囲気ではない。ラングドンは当惑する。追い打ちをかけるように、ロタンダで切断された人間の手首が発見される。シワ深い手首には、ラングドンがよく目にしていたフリーメイソン会員を表す、金の指輪が光っており、指には入れ墨が刻まれていた。ラングドンは手首は、ピーターのものだと確信し、彼の身に何か起きていることを悟る。 ファクシミリに書かれた電話番号にかけると、ピーターの秘書アーサーが偽物で、ピーターを拉致した謎の男だと判明。今夜、この街にある古の門を解き放て。何のことだかわからない、ラングドンは困惑するが、謎の男はラングドンを選んだのは、ピーターだと語る。手首が発見されたことは、騒ぎとなり、警備部長のトレント・アンダーソンが対応に追われる。そこに、 CIA 保安局長の肩書きを持つ老女井上、佐藤が突如現れる。合衆国に重大な危機が生じている。彼女は今日この時、ワシントンにラングドンがいることを知っていた。アンダーソンに代わって現場の指揮を取る井上は、人混みの中からラングドンを発見。井上は巨大なワシントンの深刻化のフレスコ画の下で天を指さす。手首について、 ラングドンを尋問し、何かを隠し持っていないか確認する。ピーターとの約束により、それの存在を明かせない、ラングドンは、知らバックれこの事態については何も知らないと主張する。ラングドンが鍵を手にしていると確信する井上の尋問が続き、ラングドンは、ピーターの手のひらに巧みに隠された入れ墨のメッセージと、指に刻まれた入れ墨のシンボルをヒントに、 SBB13 という謎のメッセージを読み解く。SBB13 は国会議事堂内に確かに存在していた。ラングドン、イノエ、アンダーソンは議事堂地下にある SBB13 に向かう。時を同じくして議事堂建築館でピーターの友人、そしてフリーメイソン最高幹部でもある黒人系、米国人、ウォーレン・ベラミーが議事堂に急行していた。 一方、ピーターの実前でスミソニアン博物館支援センターで勤務するキャサリン・ソロモンは自宅で科学雑誌を読み漁るという日曜日の日課をこなしつつも急に兄と連絡が取れなくなったことに不安を感じていた。彼女は正規の大発見をしており、その成果を早く兄に見てもらいたいと願っていた。プレゼントした最新式の iPhone が使いこなせないためだと勘ぐる。 彼女のもとに、クリストファー・アバドンと名乗る、精神科医から連絡が入る。アバドン医師は、ピーターの主治医を名乗り、診察予約時刻に訪れないことを危惧し、連絡してきたのだ。午後、アバドン医師の豪邸に招かれたキャサリンは、ピーターが、キャサリンの発見について、アバドンに、心理学の見地からアドバイスを求め、さらにピーターは、ソロモン家を襲ったクリスマスの悲劇について心を、 痛め病を抱えていたことを打ち明ける。アバドンもまたフリーメイソンの最高幹部を示す33回を持つ人物だった。10年前のクリスマスの夜、ピーターとキャサリンの母親は死に、ピーターは殺人を犯した。アバドンはピーターの妄想じみた話を危惧し、その内容をキャサリンに打ち明ける。伝説とされた内容が、 現実のものだという、にわかには信じられない話だった。兄弟にとって、恒例の会合の時間が近づいても、ピーターからの連絡はない。このためキャサリンは、SMSC の自分の研究室、キューブ5で兄を待つ。兄だと思って声をかけた相手は、研究助手のトリッシュ団だった。アメフト嫌いの彼女は、日曜日の夜だというのに出勤していた。キャサリンは、アバドンから聞いた。 いくつかの気になる単語を検索エンジンにかけようとする。すると、コンピューターに精通するトリッシュは、通常の検索とは異なる方法の利用を提案する。世界中に氾濫する文書から、検索エンジンで浮かび上がったのは、イニシエの門、ピラミッド、シンボロンという単語を含む、不完全な文書だった。キャサリンは、出生を探るためトリッシュが懇意だというマークズビアニスに、 元の文書のドメインを探らせるハッキングを依頼する。その時ピーターから電子メッセージが届き、自分の無事とアバドン石を同席させることを伝える。キャサリンは胸を撫で下ろして返信した。ラングドン一行は国会議事堂地下の SBB13 を捜索していた。SBB とはセネットベースメントの略称であり、立ち入り禁止の保管区で利用者も ほとんどいないエリアだった。施錠された扉を銃で破壊した井の絵は、懐中電灯に照らし出された内部の異様な光景に言葉を失う。小さな机に人間の頭蓋骨が置かれ、死神を思わせる鎌が立てかけられている。人間の大腿骨が二つ置かれ、二つの白い皿に粉が入れられている。何より異臭がした。しかし、 ラングドンはこの部屋には何も変わったことがないと断言。異臭の正体はさらに盛られたようでもう一つは塩。頭蓋骨は、塩、釜は、法上を示すシンボルであり、世界中のフリーメイソン支部ならどこにでもある、ありふれた、瞑想室だと明かす。議員の誰かに、敬虔な教会員がいて、国家の方針を左右する重大な決定を前に、瞑想していたのではないかと推論を明かす。 問題はそんなことよりもなぜここが指定されたかだった。壁面で明かりが不自然に揺らぐのを見た三人は壁だと思われた一部が布でめくった奥に穴が開いていた。そこには簡易紙のない小さな大遺跡のピラミッドが眠っていた。その発見に井上は動揺し、アンダーソンに写真を見せこっそり指示を伝える。 ラングドンは嘘をついている二人に拘束された、ラングドンは、井上から、手荷物検査時の X 線写真を見せられる。ラングドン愛用のカバンに入っていたのは正しく、ピラミッドに欠けているカンムリ石だった。その時 SBB13 内に突入し、井上の拘束から、ラングドンを救ったのはベラミーだった。一方、アバドン石は本来関係者以外立ち入り禁止の SMSC に招き入れられる。 案内に立ったのはトリッシュだった。アバドンはトリッシュの存在というイレギュラーを排除するため、ダイオウイカの標本に関心があるふりを装って、トリッシュにキューブ3内を案内させ、隙をついて彼女を拘束してカードキーを奪い、パスワードを聞き出す。そして保存用のエタノール液に彼女を突っ込んで溺死させた。アバドン医師の正体こそ、ピーターラチの犯人で、 今夜の主役マラークだった。キャサリンの殺害と研究成果の抹消を目的とするマラークはキューブ5に近づこうとしていた。ピラミッドを抱えベラミーと共に CIA の追跡を受けるラングドン。そしてマラークの間の手が迫るキャサリン。二つの物語はやがて一つとなり、二人は死を覚悟する絶対絶命の窮地に見舞われる。本ンあらすじはラングドン。 キャサリンについて時系列に応じて並べ直してあります。実際の物語は時系列シャッフルされています。主人公、ハーバード大学教授で宗教省長学専門、ツイードにローファーという変わらぬいで立ち、プレミアもののミッキーマウスの時計を愛用、スイミングを日課として引き締まった体育を持ち調子。幼児体験から生じた。 閉所恐怖症は克服できていない。スミソニアン協会会長で歴史学者、フリーメイソン最高幹部の一人、ラングドンの友人。マラークに拉致され、右手を切断されたことが事件の発端となる。本作のヒロイン、ピーター・ソロモンの妹純粋知性科学者で SMSC の研究者。科学界に革命的な発見を成し遂げる。 CIA 保安局局長。日系人の除血、ヘビースモーカー。合衆国の危機回避のためラングドンに拉致犯の指示に従うよう促す。キャサリンの助手。元はキャサリンの書籍の愛読者。システムエンジニアから転職した。ピーターの息子でキャサリンの老い。伝統にのっとり18歳で、ピーターからソロモン家の財産を受け継ぐが、 フリーメイソンの悲儀継承に関心がなく、法当に明け暮れた挙句に、麻薬使用により、トルコで逮捕され、獄中で残殺された。システムセキュリティ専門家でハッカー、トリッシュの古い馴染み、アメリカ合衆国連邦議会議児童建築官で、フリーメイソン最高幹部の一人。ピーターの友人であり、ソロモン家とも親しく、ザカリーへの継承式では、立ち会い人となる。 ラングドンを救出し逃走する。精神会。カノラマハイツに皇帝を構える。資産家。ピーターの導きにより、フリーメイソンの33回を授かる。ピーターの主治医として、キャサリンの信頼を勝ち取る。アメリカ合衆国連邦議会議事堂。警察警備部長アメリカ合衆国連邦議会議事堂。同警察警備官。CIA 上級分析官。CIA 捜査官。 CIA 捜査官全身姿勢の男でピーターを拉致した犯人。見た目の異様さも、去ることながら異常な怪力も発揮する。全身のすべての毛を剃り落としそれぞれがシンボルとなる、入れ墨を全身に彫り込む。自らを完全なる芸術品と称するが、頭頂部のみ空白となっている。ラングドンは異常者とみなすが、神秘学や秘技にも精通するインテリ。 別人として行動する際には全身をクリームで多い金髪のウィッグを使用する。ニューヨークマンハッタンの編集者ワシントン国立大聖堂司祭。フリーメイソン会員。盲目。ありがとうございます。